ございまお話会。高さん、疲れ。ありがとう。くぎさん、お疲れ。ありがとうさん、ありがとう。リックありがとうありがとう。つぶねんすけさん、ハート。ありがとう。りゅうさん、ハート。ありがとう。ぽろんさん、けいとありがとう。もりもりさん、ありがとう。ありがとう。やつりんさん、けいとありがとう。あやみちゃん、ハート。ありがとう。ゆきちゃん、ハート。ありがとう。ありがとう。たくあんさん。花束ありがとう。ゆうじさん、ハート。ありがとう。ありがとう。ギフト、皆さん。 お話し会楽しかった <laughs>。楽しかったです。みんなとお話し会。ね、会えて嬉しかった。お話もできて。森森さん。ハートの。ビッグラブハート。ありがとう。りあくん、ハートありがとう。プータさん。ケイト、ありがとう。鈴かさん、ハートありがとう。昼休みさん、バラ。 ありがとう。ダンさんハートありがとう。関さんハートありがとう。楽しかったね、今日ね。ありがとう。レーン来てくれてありがとうございました。まさむねさんハートありがとう。みきお先生さんハートありがとう。ゆきちゃんハートありがとう。え大丈夫だよ。通所。えねえ。お話ししたかったけど、でも通所だけでも取れて嬉しかった。ありがとう。ライチョウさん。 ライチョウさん、ケイト、ありがとう。三木お先生のハート、ありがとう。す子さん、ケイト、ありがとう。こんばんは。ね、え本当に。ありがとね。通所も、お話し会も。デオさん、ビッグラブ、ケイト、ありがとう。 マイちゃハートありがとうねえ通疲もありがとういろまさん色ずるさつ似合ってたよ <laughs> あんまりね確かに違和感はあるっちゃある赤の印象強いから赤と黄色のえかわいい今日そう洋服実はねちょっとこんな風に肩が出る感じの洋服でした <laughs> ちょっとだけセクシーちょびっとセクシーな感じジュジュタスさんハートありがとうありがとうね今日りょうちゃんハートありがとう山さんハートありがとう熊根パパさんケイトありがとうケイスジーさんだるまさんありがとう緊張しても構いませんかったけど楽しえね楽しかった私も楽しかった通称ですか ひたち三号さんケイトありがとう熊野ぬぽさん可愛い,いありがとう楽しかったです <laughs> 楽しかったえ、今日は CD できれちゃったえ、そうなんおしまじのえー、そうなったんじゃ多かったのかな同日券の方はナナニさんケイトありがとうケイセティさんだるまさん ありがとう。カイバルさんハートありがとうこんばんは。トワイライトさん、ケイト、ありがとう。大人ずみん。ユウさん、ありがとう。ありがとう。かわいい嬉しい。大人ずみでした。ありがとうね。来てくれて。嬉しい。本当に。ありがとう、みんな。通所も。お話し会も。 嬉しかったです初めましての方もたくさんいたしなんか公演とかいつもあずみんのこと見てるけどお話来るお話会は初めてだよみたいな方も多くって嬉しかったですねでもやっぱ昇格祝いみんな「昇格おめでとう」って「昇格決定おめでとう」って直接お祝いみんなしてくれて。 嬉しかった、直接のお祝いそう今日スカート履いてたのちょっとグレーっぽいようなちょこっと元気なかったのは大丈夫 <laughs> 大丈夫ですそうなんか話してたらね元気元気になったそう元気なんだけどそう元気 元気元気なんですけど元気なんですけどちょっと考えすぎ考えすぎちゃう病が出ちゃう出ちゃってたしんいちさんハート3年ありがとうしんいちさん,ハー,、ね、さんハートありがとうねありがとうひらもんさんハートありがとう仕事終わりにおしまして入ろうと思った友達が入れんかったあそうだったんだえー、でもさ自分さ 今回のシングル3位夜の部が結構多いけんそっか六時間目とか特に CD 買えなかったんだ押しますとかできなかったんだな同じ時間そっかそっかトワイラートさんハートありがとうりあくん系統ありがとうありがとうね主さん系統ありがとう ありがとうお話会本当に嬉しかったよこんばんはあ稲研究所コラボ面白かったえ嬉しい稲研究所面白かった嬉しい渡し,、ま、したいな稲研究所コラボ千奈さんバラありがとう無料さんハートありがとう昇格祝い忘れた <laughs> 確かにもうほかにさ話したいことありすぎてねもう でも楽しみカメ子楽しみにしてるね女性ファンの方もいて嬉しくねっほんとに女性ファンの方もいて嬉しいです吉田たさん完売してて遠くからしか見えなかったあっそうだったんじゃんえっ来てほしかった来 <laughs> てほしかったよほんとに当日来やったらで、ね、はよかったのにな来てほしかったですこんばんは やっさんケイトありがとうマさんハートありがとうあ,ありがとうしっかりねおいしいもん食べるんよめっちゃ嬉しいありがとうねあもう4時間目で売り切れ取った当日券あそうだったんじゃえー、そっかじゃあもう本当に今日ねお話ししてあずみんともっと話したいなって思った方はまだ今お話再販中なので今回のシングルラストの再販中なんです なので20日の次はもうねリアル幕張り東京の幕張りがもう今回のシングル最後のリアルお話し会になるのでの再販最後なので今日お話ししてちょっともっと話したいなって思ったら幕張待ってるね20日再販も終わっちゃう <laughs> あやみちゃんハートありがとうしんちさんハートありがとう24さんハートありがとう23のオンラインも待ってます 十三が本んに本当に最後、うん、あありがとうおしましていてこうちゃんせあっあ嬉しかったありがとうミルティンさんありがとうねありがとうお話ししてくれて来てくれて嬉しいケイジティンさんだるまさんありがとうあ五5月6日えそう5月6日のお台場のチケットもそう今日の23時59分までなのあと1時間ぐらいで締め切り終わっちゃうけど よかったタオル付きタオル付きで申し込めたそのまるままさんハートありがとう長さんめっちゃ乾いたわえ？ありがとう待って嬉しい <laughs> ありがとうえ今日はありがとうね <laughs> ありがとうもう楽しかったほんまにいっぱい撮れてあずみ、あずみ駐車写真集作ったら見せてください、また <laughs> ありがとうあたくさん話してきて楽しかったね私も楽しかったありがとうね何回も並んでくれてありがとうめっちゃかわいただわ <laughs> 小さな巨人ね小さな巨人はひなたひなたも小さな巨人だなと思いながら小さな巨人にしてるところちょっとある お、幕張で直接昇格おめでとううね。ありがとね。楽しみにしてるじゃん、幕張の日。ありがとう。ね、ラストだから今シングル。待ってるね。20日と23日。お話会、今、再半調です。待ってます。あ、そうだね。あ、なんかね、6時間目がやっぱり帰る方が多いでも時間的に6時間目って一番最後の枠だから。電車とか。 の都合で帰らなきゃいけないか参加できないって方が多いのもあるんですけどやっぱ6時間目5時間目に比べて6時間目の方が来てくださる方がちょっと少なくなっちゃうので20日の幕張はあ待って6時間目か四、4と6になるんか幕張は5がお通所か6時間目 もうたくさん会いに来てくださったらとってもとっても嬉しいなと思います次再販で追加するときに6時間目の方もたくさん来てくれたら嬉しいとってもあずみんこんばんは幕張来て待ってるけまだ券買ってないけど <laughs> 今再販中やから来てな <laughs> 来てな待ってるけんねもう待ってるね 待ってるわもう待ってるズムさんケえてありがとうジェイソンさんハートありがとうこんばんは確かに来週もえそっか3週連続嬉しいねいっぱいいっぱいそうなんよねえそうなんよ それもあるけんね難しいんですけど時間がね自分は遅めの時間帯なんだよ今回のシングルそれはでももう難しいんだけども, <laughs> 来,てもら来てくれたらとってもあずみん嬉しいお今日初めてあずみんとこ行きます全力のあずみんありがとうえ嬉しい やられたでもさやっぱお話し会で「あざみんしてください」「あざみんお願いします」ってあざみんを求められる回数がリアルでリアルでアザミンを求められる回数が日に日に多くなっているアザミンアザミンでポーズも通称のポーズもアザミンでアザミン大好きみんなアザミンでアザミンで。 あさみこんばんは雅太郎さん稽古あ,あ,ありがとう辰原、ね、さん花束ありがとう安さん稽古ありがとうねえ小山村さん結婚してありがとうあお昼のも投げてなかったお危ないよかった気づいてありがとう待ってるね5月6日もお台場 ヤクハトさんにありがとうあごめんねえ大丈夫だよ帰れた気をつけてもう落ち着いたかなまだかなまだか気をつけて帰ってね無事帰宅したあよかったよかった美和子ちゃん携帯ありがとう地獄アレさんかわいいありがとうおっ幕張さんで行く待ってるよ幕張待ってます <laughs> 会いに来てください ありがとね通称話しかありがとねね楽しかったね楽しかった3月20日も変わりなかったラッシュスペアジブえー、そうねそうだよねあの日がねちょうどねかぶってるんですよねなかったら出てたみ世界あったかもうーんって感じですね出たかった自分もでも行きたかったですラッシュの発表会 こちゃんハートありがとう。まくり始めたいに。えっしい会いたい <laughs> めっちゃ会いたいありがとうね嬉しすぎる。楽しみにしとこう。あせみんちゃんに確認してきたいんやけど、普段の感じと今日の感じどっちがいいかなえでも自分結構今日のやつ好き。やっぱメガネ好き。うん。今日の感じ好きです。あ、ミックあ,ありがとう今日初あさみでした。ありがとう ありがとね、紹介おめでとう言ってくれてありがとうきのこさんケートありがとう今井きつさんケイトありがとうあざみ人気だよベーカーズさんハートありがとうやられたアあざみんにあざみんにやられたあざみんそう需要めっちゃ高い高めあざみ二2時間目と4時間目がいきやすいよねいやそれはね真ん中のね時間帯が一番いきやすいよねやっぱりね 会的に美和子ちゃん結婚してありがとうありがとうフライングをお願いされなかったさすがにおらんかったそれはさすがにおらんかったですねそうこれまで通所でパワーしたり背景動かしたりして反省あざまとめ <laughs> 反省してる からアザミンかも止められるでも楽しいから好きだよ私そういうパワー系も十二さんハートありがとうそうさっきあったけどもう会いたいね明るい楽しかった本当に話してて あってもあっても会い足りないよ。つねひこからあざみんだもんね。あざみんじゃないですよ、あずみンは。あずみンはあずみんなので。あざみんじゃないです。あずみんだから。もうコールもあざみんでいいかも。それはやだ。<laughs> それは嫌。それはだ。たくあんさん、千万両。ありがとう。あっ、しんくんえ、ありがとう。ありがとうね。嬉しい。 <laughs> ありがとうこんばんはケイズテンさんだるまさんありがとうこんばんはよいしょあでも三月の僕隊二回そう二回出るんですよアズミンアズミンね三月告知もねしたんですけど二回出るんですよそうリ,リチャがあのいなくなって で活動今日で今日が最終日でりちゃがいなくなっちゃう分同じポジションだったからりちゃとそこにねあのー、も,ういもう一チームの方のりちゃのポジションにほんと同じポジションでやってたのでもう一チームの方に入るんですけどいつもとさ違うからドキドキしてますよ私。点 <laughs> いないし 僕たちの時ね、僕たちの時、大体というか、絶対2 5キ g はい、いたので、不安ですね、ちょっとやっぱり、ドキドキしますが、でも、たくさん会えるので、3月待ってる。だから、僕と会いに来てください。会いに来てください。でも、会いに行くねって方、たくさんいて、嬉しかった、今日。ケイジティンさん、ハートありがとう。ラブリーポテータのボティジックさん、ハートありがとう。 あ雨の可能性えそうなんだみたいな花の,の写真雨か雨降ってたんだ広島雨じゃなかったえー、黄色魚さん系統ありがとう通称って立ってのポーズもいいよねえいいのかな分かんない座ってのポーズしかやったことなかったけどいいならいいんかなやってみる次 <laughs> 立ってぬしさん系統ありがとう あ通所だ。え、ありがとうね。はじめまして。嬉しい。通称はじめまして。ありがとう。とちゃんまやさん、ハートと結婚して。ありがとう。ありがとう。確かに。え、そう、意外、意外とっていうかそうなんか、公園ではいつも見かけてるけど、お話し会、はじめましてだよねってこと。 多かったですなんかすごく嬉しかった嬉しかったですね <laughs> りょうさんハートありがとうこんばんはあ今日お邪魔者できてよかったえ嬉しい好きです <laughs> じゃあ私も小声で好きです <laughs> ありがとう アザミン欲しいときはねえねアザミン言うわ <laughs> アザミンじゃあ全力で何するねそう僕隊二2回忙しくなりそう3月もありがとう3月僕隊申し込んでくれてガッチさんハートありがとうメガバイトちゃんかわいいありがとうスーパーウーマン頑張りますアザミンそう気をつけるありがとう ケイセティさん、だるまさん、ありがとう。くんさ、ん結婚して、ありがとう。ありがとう。カイトさん、ラブレター、ありがとう。初めてのツーショット、近すぎて、よかった。ね近いよね、結構、ツーショット。ね、距離、めっちゃ近いよね。本当に。あの距離感、嬉しい。

ありがとう、頑張るね28の僕隊もね楽しみにしてて頑張ります頑張ります,するありがとうどんっえっツイートしとったじゃん見たよあのこのやつ <laughs> かぶってるやつねよ,よかった食べれな食べれないけど ゲットできてヤスベイさんハートありがとう <laughs> 熊田パパさん結婚してありがとうえ結構でも顔覚えてるうん。お見送りとかたくさん本当に公園に来てくださってる方毎回いてくださる方とかいるんですよ あこの方毎回来てくださるとかもうそうでもお話ししたことはなくって顔だけ覚えてるみたいなことめっちゃあります覚えてる顔すごい覚えてる方この方覚えてるで,でも名前まではそう分かんないみたいな方が多かったりする「そんなパパさん結婚してありがとう」 出戦開始1位に踊りでなくなかな, <laughs> かなどうじゃろう確かに3月ね僕たいいっぱい公演出れそうやうんいっぱい出たいな今年もいっぱい公演自体いっぱいできたらいいですね本当にこう今年 <laughs> ね 近,か近いよね通称通称はでも見つめ合いも人気だけどハートが多かったかなハートも多かったしあでも猫ちゃん多かった結構猫耳とか猫ニャンニャンとか多かったです今日こんばんは余韻一人りながら帰ってるよえ嬉しい気をつけて帰ってね <laughs> あありがとうお話し会通称ありがとね 嬉しかった <laughs> また話そうありがとうお、五月も行く大人かも行くそうですえ、嬉しいえ、嬉しい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 来てください頑張る来てください28日行くねお、待ってるねありがとう十八頑張るこんばんは何も忘てたえ 今度教えてくださいそう記憶力いいえー、でもどうなんだろうでもやっぱでもめちゃめちゃいいわけじゃないから頑張ってでも覚えてますねうん頑張ってるでもやっぱオンラインお話し会とか で覚えたりとか名前を教えてくれてその名前と顔をもう,もうしっかり結びつけて頭の中で何かタンスみたいなのに <laughs> なんか自分なりのタンスがあって自分なりのタンスにこうやって誰々さんは。 だれだれさんこの方はだれだれさんこの方はだれだれさんみたいなのをそう覚えるようにしてるうんやっぱ,やっぱ顔と雰囲気お先に覚えるかな顔と雰囲気先に覚えます一回見たら「あうん「タンス引き出しタンス」 オンラインでそうオンンラインで名前が出るオンンライン名前が出るんですよこっちにポンってだからそれで「あ誰々さん」ってあとね書いてていつも名前をオンラインの時書いて書いて誰々さんってなんかもう手で書いたら覚えるんですって人って <laughs> なんか書くのって大事らしくてなんか手で書いて誰々さんと思って覚えたりもしてる。 だからうんオンラインとかも来てくださってる方は結構もう染み込んでるかも染み込んでるっていうかも自然と覚えてる覚え覚えてるもううん結構かなみみさんハートありがとうこんばんは <laughs> 名乗ってないけど様にこばられたオンラインうん覚えた <laughs> 覚えたよしっかり覚えたうん覚えたりゃくんググありがとう声の時間おかった名前覚えてもらえる頑張りますもう覚えてますよ <laughs> 覚えてますよ声も来てください是非 <laughs> 今度けどなりません <laughs> もう覚えてますよあっ滋賀のおし旗持って歩く予定持って歩く予定だって 面白いお見送りでえおいた今日滋賀のあの推し旗をあの首にかけてくださってる方いたようん結構大きいもんねあれ嬉しい楽しみにしとこうあれ持ってるゴンちゃんリアルでも結婚して10年答えてくれてありがとういやほんとびっくりしたよ急に結婚してって10回言いましたライジングさんハートありがとうね楽しかった今日は っですあ、ありがとう、もうすぐ、もうすぐ。締め切りね。五月六日、あともう一時間切っちゃった。五月六日の締め切り。いろいろさんハー,ハート、ありがとう。康介 <laughs> さん。ありがとう、こんばんは。 でも私一回覚えたら忘れないよ一 <laughs> 回覚えたらあずみん結構忘れないからうん大丈夫だよ多分もう死ぬまで脳みそに刻まれるみんなのこと <laughs> アズミンが死ぬまで死ぬ間際に思い出すかもしれん走馬灯と一緒にみんなの顔とみんなとの記憶がよみがえってくるかもああ 誰々さん <laughs> なるかもナッカンナイフさん結婚してありがとう <laughs> ありがとうユしさんハートありがとう ええー、お仕方ね結構大きかったあれ大きいよねりゃくん系統ありがとうしんしんしんのすけさんハートありがとうあお話かありがとうね今日ありがとうございます確かにタオル付きってどんなデザインなんかねあのタオルでしょお台場のお,お台場の五月3かのお台場のフェスがフェスだけどお見送りがあってでそのお見送りが タオル付きのチケットを買った方のみお見送りに参加できるんですよそうだからタオル付きぜひお見送り参加したいなって方はタオル付きのチケットの方で持ち込んだらお見送り参加できるけどそのタオルね私も分かんないどんなタオルなんかどんなそれ用のタオルなんかな それか靴の,のタオルなんかな分かんないなぁでもそれ用のタオルなんか特別なタオルだったら嬉しいよね先進のけさんハートありがとう <laughs> それはそれで怖いって言われちゃった <laughs> 走馬灯確かに走馬灯にみんなのみんなの顔 結構れえおも、ね、え嬉しい今日ねトレンド入りしてたハッシュタグ「岡田あずみ」めっちゃ嬉しいですありがとうありがとうございますあれ結構嬉しいうんあ岡田あずみだってなるありがとういっぱい岡田あずみツイートしてください皆さんポストかポストしてくださいありがとう今日緊張でうまく話せないけどまた話せたと思ったのえ来て <laughs> 楽しかった。私も話せて。ありがとう。<laughs> ありがとう。せいじいさん、初見さん、こんばんは。ありがとう。ありがとう。 ええー。こんばんは。<laughs> 楽しみだ。意外と先のようですぐ来そう五月六日って。うん。五月六日。 くんくんすんねえ変態クンクンっていうの忘れたわ変態だえでも結構あのそう今日ねお姉ちゃんにもらったあもう匂わないけど絶対 <laughs> 画面越し <laughs> 画面越し絶対にわないけどお姉ちゃんにもらったコースつけたんですよそうでもやっぱりあの仕切りがあるから意外とその仕切りが隔ててる仕切りに隔てられて。 匂いいまでは届かなしょ初見さんザックさんザッキーさんハートとバラありがとうえ、ね、ライブ用だといいよね汗づき, <laughs> きタオルじゃないですじゃないです汗づきタオルじゃないですレアくんハートありがとうスチさんハートありがとうこんばんはねえお昼たきいきますあ,ありがとう待ってる 嬉しい嬉しいよ嬉しいよねー o みこえ嬉しいあざめじめとなんですかえ楽しかった嬉しいあのいろんな着ぐるみ見れたの嬉しかったまた次の新作楽しみにしてます <laughs> ね <laughs> いい香りって <laughs> 顔におってくれてる画面越しの私の匂いをえエ <laughs> <laughs> ステアズミで初めて心筋距離でツイツトでて可愛い以上に綺麗だったばえ <laughs> しい綺麗って嬉しい最近綺麗って褒め言葉めっちゃ嬉しいうん綺麗 <laughs> って嬉しいです 可愛いも嬉しいけどやっぱなんか21歳綺麗とって嬉しいですねあまり自分で綺麗綺麗めな感じしないので顔うんー、はあ、綺麗なんだって綺麗な <laughs> 嬉しいですね嬉しいですね安心感与える音でありたいえ安心感バチバチあるよもう十分ある <laughs> 十分ありますよ 何かねあずみんか、ね、のファンの方安心感ありすぎるんよなんか <laughs> いやみんなの安心感すごいですなんかやっぱりあとクルクルにも言われるけどなんか見た目が見た目っていうかなんかもう見るからににじみ出てる優しさと穏やかさと。 アズミン大好き感がすごいあるって言われるあずみんのファンの方はみんな <laughs> くるくるに言われたこの前確かにと思う自分確かになってにじみ出とるんやなんかみんなにじみ出てるものがある <laughs> みんなにじみ出ているものがあるそう 感じなかったあ,ありがとう最前列えめっちゃ嬉しいんだけどありがとう防音性え防音効果も高いしきりうんそうだけこうやってこうやって近づくもん私お話会 <laughs> あれお話会実はねあれ机の下で私ずっと背伸びしてるんです隠れて見えないけど今日も一応ヒールの 厚底の靴履いてたんですよヒールがあるブーツ履いてたんだけどヒールあるブーツでもそうみんなの声もこう聞き取れづらい時もあるしと思ってなんかもう一回こうやって背伸びして前に乗り出したらそのまんま乗り出したままずっとお話しちゃってほぼほぼ私背伸びしてるリアルお話し会の時そうラックラクさんイト ありがとう。あ、ありがとうね。今日行ってよかったよ。ありがとう。嬉しい。来てくれてありがとう。ね、ジェームさん、ハート、ありがとう。のぶ <laughs> ーさん、ケイト、ありがとう。マンジャラモンスターさん、だるまさん、ありがとう。きれいめん、鑑定したらかなりいいっか。え、ほんまえ、なんか今日、お姉ちゃんにさ。 メイクいつもと違うって言われて変えているつもりはないんですけどもねえメイク違うかな今日はきれい系のメイクもう分かんない自分できれい系のメイクどんなメイクがいいんだろう s t アテ,テの名声だから ST48 の名声 ST48 の名声やばいな

ガチ恋 <laughs> みんなあずみんにガチ恋ガチ恋してますかいや、気持ちに応えたい、私も。<laughs> みんなの気持ちに。一番、一番 DD なの私かもしれん、もしかしたら。みんなにさ、DD とか言っといて。私、ね、私が一番、一番、全員に、 大好きしてるから <laughs> 私が一番 DD なんかもっと最近思うようになってきてます DD やめてよって時だから DY さんハートありがとうそうダイ使ってないよやっぱあずみんのプライド的にダイは使えません <laughs> ダイ,ダイ使わずにもうやりきるリアル みさん、桂頭ありがとう勝ちこいかちこいかちこいじゃんかちこいしちゃってかちこいでもねみんなのいやでも優しいよなほんまに優しいみんなあずみんのファンなんだかんだとみんなね優しいんですよね。 でも、なんかファンの方と話してて、もっとガツガツ、ガツガツ行くときはガツガツ行かなきゃなって、ちょっと、あずみも、思った、思う、思ったから、頑張ろうって思います。マーシーさん、ハート、ありがとう。こんばんは。 あ、目の下の衣装でもちょっと変えた。うん。純田さん、ハートありがとう。うちさん、マフラー、ありがとう。みんなと結婚してるから。いや、そうね、本当に。<laughs> みんなのプロポーズ、私、全部いいよって言ってるから <laughs>。ダメだよね。ダメだ、ダメだ、ダメですかでも、あずみんは、 アズミも本音でオッケーって言ってますよあずみんケーの気持ちですけどでみんなの結婚受け入れてるからあずみんよくないですよね <laughs> こんばんはミータさんハートありがとうあずみは人類が好きあう、ね、そうやね人類好きですよみんなみないい人類 Shhhhhh <laughs> アイライイラランンとと眉毛がシャー綺麗系なななるかなあーなるかかあほどねアイラインか確かに最近ねちょっとねアイラインでき方ね多分自分垂れ目っぽいんですよんかお姉ちゃんにも「メイク変えた?」って言われて今日朝「えあんま変えてないかも」って言ったら「垂れ目に見える」っていつもより確かこっちってこと綺麗目綺麗目目指そうかな。 きれいめりあくんバラありがとうやってんなって言われた <laughs> やってんなって言われちゃったアミンあずみやってんなって言われちゃったあ六6時間目ありがとうね嬉しいありがとうまた話そう <laughs> 来てくれて嬉しかった ほんとえ垂れ目垂れ目好きあ垂れ目好きな子垂れ目好きな子 <laughs> 垂れ目好きな方結構いる, <laughs> 構いる <laughs> うちさんハートありがとうひちさんハート3年ありがとうのぶろぶいさんハートありがとうもう訳しませんもうよく聞きますそれ何回目 <laughs> もう浮気しません、もう何回目ですかそれ最後、本当ですかもうこれじゃないですよ <laughs> よく聞くからもうもうどこにも行かないよえ、嬉しい、ちょえ、嬉し、いえ、もうなんか えもう嬉しかった今日だからさお話ししててさめっちゃさあずみんあずみんあのー、あずみん頑張ってるよってあずみん頑張ってるってなんかもうめっちゃ言ってもらってあもう嬉しいと思って <laughs> 直接言ってもらうの。 嬉しい、もうめっちゃ嬉しい。直接言ってもらうとやっぱりすごく嬉しかった。もうん、なんかめっちゃ嬉しかった。嬉しかったです。厚み頑張る。<laughs> 嬉しいよ本当に本当に本当に。 カバレさんハートありがとう13さんハートありがとうああチークねあんまりでも私ねチークのせないんですよねのせるけど濃くのせないのせてみようかな今度最後に帰ってくるのはあずみんちって決めてるから浮気じゃん <laughs> それね浮気する人が言う言葉ですよそれ <laughs> 大丈夫 結局一番好きなのはアズミだからってやつですよねって言って他の女の子のところに行くんですよいやそうやって他の女の子行くけど一番好きなのはアズミだからって言っときながら帰ってくるのは待ってるアズミンの気持ちです <laughs> 帰ってこないのかなってそう。いつ帰ってくるんだろうって こうやってイジ,イジしながら待ってるんですよあずみんはうちさんだるまさんありがとうね直接いい直接は嬉しい目と目合わせて対話ほんと大事ね嬉し,嬉しさ倍増するやっぱりなんか楽しいしねえな0くさくらさんハートありがとう ヘタレの歌詞みたいな気持ちになるね頑張る言葉を覚えちいたくないえー、嬉しい <laughs> 嬉しい <laughs> ヘタレね聞くときに聞くとほんまに占めるヘタレヘタレはやばいです サミックさんファイトありがとう <laughs> ダメだようんプラニャンさん初見さんこんばんはありがとうねえ熱 アズヘラアズヘラ,ヘラミンヘラヘラミンヘラヘラミンやだな <laughs> ヘラミンなんかちょっとやだやめとこうね、アズヘラアズヘラアズヘラしちゃいますアズヘラ一倍頑張ってえ、それんか言ってくれたよねこの前オンラインで もうそういういのが優しほんとにみんなあずきがうそっぽいって言うなよ <laughs> 嘘っぽいって言うなよ笑わせるの一生懸命頑張ってるよっていうの忘れたえっしいもうねほんとにあとねずっと笑ってるみんなとのお話し会楽しくってうん私あとねつぼが浅いので何でもかんでも 笑っちゃうんです。だからみんなみんなと話してる時 <laughs> いっぱい笑ってる。ありがとう。あ、二点五キってどういうことですか？聞いた。えっとね、S C ホテルの 2.5期研究生っていうのでなんか2期と3期の間にあったアクターをクーる広島出身なんですけどその合格した4人4人って同期が4人ともアクターをクーる広島出身でそのアクターをクーる広島での特別なオーディションみたいな普通のオーディションとはちょっと違う形で加入したメンバーなので2.5っていう名称なんですそうなんか2期でも3期でもなくその間の期 で、二点五キなんですよ。そう。レア君、ゲートありがとう、主さんハートありがとう、内さん。だるまさん、ありがとう。ゲラミン。<laughs> ゲラミンなっちゃった。ゲラミン、ヘラミンからゲラミン。 この表情筋大丈夫か先輩になる <laughs> <laughs> ありがとう心配してくれて表情筋ね全然だるんだるんですよだ緩みすぎてマンゴーができないんだと思う表情筋ねえ2.5期スタッフさんに「点五」って呼ばれます2.5点五点五って なんかえこれ言ったっけなあのね6周年コンサートなんか大きいコンサートの時に演出家の方が来てくださってなんかそのいろいろあるやったりするんですけどゆみりんさんの卒業コンサートとかいろいろ6周年コンサートとか大きいコンサートの時って演出家の方が来てくれるんですよ。で全体のレッスンの時にあの立ち位置番号 がね1234ってこう番号があるんですけど1と2のあ2と3の間とかって2.5とか1.53.54.5っていう呼び方するんですよねその1と2の間とか2と3の間のことを点5を入れて言うんですけど自分たちが2.5になってから初めてのコンサートの練習の時にじゃあそこ2.5にとかって言われたら。 自分らもことも「あ二2.5」って呼ぶから <laughs> 自分のことも「2.5」って呼ぶしその立ち位置のことも「2.5」って言うからでちょっとあっちの「2.5」立ってとかって言われたら自分らえ自分らかな <laughs> 自分らが言われたんかなとかあった戸惑い <laughs> どっちえ立ち位置の「2.5」自分らのことって感じでそう「2.5」って大体一期二期 とか気がつくけど2.5は長いから2.5期じゃなくてなんかって呼ばれるんですよね気がつかない2.5期ってあんまり言われるけど2.5って呼ばれることが多い2.5と3期って感じ <laughs> 3期ちゃんとやるとき2.5と3期ってそう2.5は2.5なんですそう気がつかなくって リバプールさん、ハートありがとう。あ、そ、ソラちゃんが遊みに連絡、え、今ね、来た。多分別のマネージャーさんから連絡今、ピルコンって入ってきたから、配信終わってお返事する。うん。ありがとう。電車場と。リバプールさん、音符ありがとう。ケイトもありがとう。あ、そう、ドラフトみたいな、うん。そんな感じかも。大まかに言ったら。ドラフトさんけど2点受けた説明がむずい。だよね。 すごい複雑だよねっていうの木木が木の数え方というか木の順番が高松アイドリアンさんだるまさんありがとう <laughs> そうえいや特別感あって好きえ嬉しいもうん、特別な存在になります本当に頑張って特別な存在になる あったね天狗会あったよ天狗会にれのきあにれのきね自分ちょっと地味好きだよにれのきにれのき呼びにれのきねえ2.5期の相性ねなんか欲しいなってなるけどな思いつかんのよな天狗天狗天狗もねうんそうにてにれのき ひろちさん、ハートありがとうそうドラフト3期生さんはドラさんって呼ばれてドラさん1期ドラさん2期2.53期うんそう <laughs> そうなんか移動しちゃいそうになっちゃう さん、系統トありがとう、タリマツンさん、系統トありがとう。坂道でいう新2期生、新4期生、新3期生。あそうかも。うん、そう、そんな感じかも。うん、そんな感じかな。まあ、でもそんな感じかもしれない。って感じかもしれない <laughs>。うんなんかちょっとね、複雑,複雑じゃないけど、ちょっと違う感じで入ってきた。うん。 初めはでもねニューウェーブ NWP 期になるかと思ってたからねマジで NWP 期かと思ったもん私たちの鬼 <laughs> 別名 NWP 期かと思ってたうん NWP 期じゃなかったでも初めはねびっくりしたけど2.5期ってびっくりしたしなんかあんまり慣れなかったけど 今はもう2.5期かもうしっくりきてます自分たちの中で2.5しっくりきてるおきちゃんが言ってたみたいにドラさんと今日が似てるか気らけなつらくね本当に4人しかいないし頑張りますみんなで2.5期生の愛称隼都氏と愉快な仲間たちでいや <laughs> 却下 <laughs> ちょっと却下させてもらう。も <laughs> うそれ、ハヤトさん嫌 <laughs> だよ。私たち愉快な仲間たちでまとめられるの？ハヤトさんの存在しか残らない。高二引く二の二点五キー。やだ。引く二？アズビンとアズビンとくるくる？やだよ。 引くにで求められるのやだ。高に引くにうち井さんケータとハート。ありがとう。バンジャロ・モーツルさん、ハート三連。ありがとう。ねえ。え、なれそうだと思ったよね、NWP 期。NWP 期なりそうだって。あ、初期のプロフは2期だったね。え、そうなの全然知らない、その時代。 え、ら最初にむ組み立てるえそうなんじゃ今日もねセレモニー感動的だったねちょっと最後の最後あの袖に履ける途中でセレモニーのところに出くわしてというか居合わせてスタッフさんが「行っていいよー」って「行きなー」って言ってくださったからくるくると2人でセレモニー写真撮影のところでちょこっとだけ参加させてもらったんだけどりちゃんね寂しいよ本当に今日で最後なの。 全然なんか実感湧かないしね今日で最後な感じしないけどでももう幸せになってほしいなと思いますりりちゃん本当に幸せになってほしいりりちゃんの思い描く楽しい人生を生きてほしいですねえ <laughs> いやいやでもなんか本当に幸せになってほしい大好きな人幸せになれ海に向かってカジヤマハさんハートありがとう M&M キッズさんハートありがとうなんかね最近 <laughs> スタッフさんに言われた 言葉でなんか「おお!」ってなった言葉があってあのその卒業していったメンバーが「あの私 ST48 に行ったんだよ」ってその卒業した後にね言った時に「えあの卒業フォああの ST48 に?」みたいな。 そんぐらい ST48 にいたってことをもうなんだろう ST48 にいたっていうことを誇れるじゃないけど私あもっとあの時 ST48 にい,いていたかったなってちょっと思えるぐらいその。 残ったメンバーっていうか残っていくメンバーはその卒業していくメンバーの分もそのグループをもっと大きくしていくあの意味意味なんか大きくしていくべきだみたいな <laughs> その卒業してったメンバーが。 って誇れるぐらい「は持っていればよかった」と思えるぐらいのグループにするなんかしていくっていう意思を持ってなんか頑張ろうみたいな話をされた時ああと思って確かになあってすごい思った。今さ 先輩方とか多いいじゃないですかやっぱ卒業されていく先輩方も多いから最近聞いたその話をしたんですよよりなんか響いて確かにと思ってねだからこれまでつ,つく自分はまだ3年目になるんか2年行って3年目に5月から3年目に入るんですけど7年 7周年目を迎える ST48 の歴史の中の半分もいないからさ自分はだからその7年もの歴史を作ってくれたのは先輩方ででもそっからやっぱ先輩方の卒業が今相次いでてそっからの7年以降を作っていくのはねこっからの ST48 の。 作っていくのは自分たちなのでそう本当にに、ね、作っていく分今まで作ってくれたものをより大きくしていくあのしていかなきゃいけないと思う自分たちが。していかなきゃ いけない残され残された人って言い方ちょっと難しい何が正しいか分かんないけど残された人たちの義務じゃないけど <laughs> 言い方難しいねなんかうん残ったうん残って頑張る私たちはスティ・フォーティエイトで頑張る私たちはにもなんか 大きくしていかな,き,ゃいけないし大きくしたいししね大ききくしていきたいので自分たちもやっぱりグループをグループというものをうんってすごいしみじみ思うので私も最近本当に。 何がってさあ安住辞めないよ <laughs> ごめん辞めるっぽか辞めないんですよ安住あ安住辞めないので安心してください <laughs> ねえほんとにちゃんと先輩方も辞めてそう卒業していくメンバーが誇れる グループに残さなきゃなって思うしうん残していかなきゃって思うそのしっかり ST48 っていうグループ自体も頑張っておしんさんハートありがとう水吉さんケイトありがとうえ待ってえー、ありがとう森りさん動物園 かわい,い動物のギフトだありがとうありがとうございますたまあ,、ね、ありがとうねありがとう今日本当に今日ありがとう <laughs> 楽しかったお話もいっぱいできて通称ありがとうねまたゆっくり頑張ってね頑張ろうねお互いお仕事も頑張ってね移動も忙しくなるかもしれんけど体調気をつけてね もちさん、継投ありがとう。研究生ホームページ、いまだに新年おめでとうなんだけど、しえ確かにいや、確かに <laughs> 言ったく、ちょっと <laughs>。ほんまじゃね、新年おめでとうで止まっとる。もうなんかいろいろありすぎて、みんな。だめやね。そういうところよね。そういうところ、いけんよ、ほんとに。しっかりやらんと。ちょっと言ってきます。止まってるわてありがとう。 グループ一人作るもんじゃなきゃ教えすぎれちゃうねまあねそうそうなんですよ本当になうんそれはそうだなね頑張りますみんなみんなで頑張るみんなで頑張るよ小丸さんケイトありがとう今ムウさんだるまさんありがとう ありがとうあずみん私って自分が思ってる以上に舌をペロッてしてるらしいこうやって唇でペロッてマジ無意識でもノアピにも言われたあずみんってめっちゃペロッてするよね <laughs> マジしてないよって言ったら「いやめっちゃしとるよ」って言って無意識でペロペロってやっちゃうらしい踊ってる時とかもやってるやってる僕っぽくてもう無意識だから恥ずかしいペロ,ペロペロって母ちゃんの記事で半してないから <laughs> 絶好調 <laughs> 何そのあれ、バロメーター。<laughs> もう恥ずかしい。逆に恥ずかしいわ。ペロってしててあ、今絶好調なんだって。私のペロペロしてて絶好調なのバレるのめっちゃ恥ずかしい。フフフフフやフフフフ <laughs> やってないよクリスマスの時にもってたのがありましたあった写真 <laughs> ねえカメコタも多いよねほんまにほんまに無意識にやるんよペロってペロって1回の配信で30回以上ペロってしてるで <laughs> 数えんでそれでファンになったの私のペロでやだ <laughs> やだ恥ずかしいほんま恥ずかしい もうほんま無意識あファンマンえそういうことなんだパインが美味しいみたいな意味かと思ってたそのペロってやつ亀子さんあるあるじゃあみちゅさんの卒業天体観測席座る方あずみんのペロが映る可能性高い顔するほんとに 恥ずかしいです無意識ペロ通称リクエスト多くなりそうやば絶好調でって <laughs> やば注文の仕方じゃろちょっと絶好調お願いしますって言ってこうやってあのハンマークそうねパインかなパインが浸透してるよね下ペロキえっそうなんよ言ったらね気になるけんもう <laughs> でも絶好調ってことになっとるし絶好調 <laughs> 絶好調じゃない絶対関係ないねおどうしよう幕張り増えるかも今日は絶好調でお願いしますっていう方 <laughs> 絶好調増えそうテラスさん毛糸ありがとうおしんさんハートありがとう えー、緊張はねしてないんだけどね自然体なんだけどでも癖なんだよね多分うーんあ確かに服もねこの口癖これも口癖になった最近の。 あと人差し指でどっかこうやって刺すのもちょっと最近癖なんですよねうーんって考えたりうーんって考えたり <laughs> やばいリアルアザミになりつつある自然とやっちゃううーんとか <laughs> やばいよねやばいよねこうやって考えるのやばいよね21歳が <laughs> やばいよねもうねやばいよね マッチさんハートありがとうえそう昔っから多分ペロペロしてる私 <laughs> そう昔っからペロペロしてるんですよほんとにペロペロしてるそうと無意識にやっちゃうんですもうこういうのとかほんとに。 小指に変えるともっと浅い。え、これ小指はもう、うん、うん、小指はもうやっとるもん。うん、わかんないなぁ、うん。<laughs> 小指はもう、やっとる、それは。狙っとる。小指は。<laughs> 昔からなんだ、やっぱり。ペロペロしてる、昔から <laughs>。じゃあもう、癖だ、これは。 これは昔からの癖だな <laughs> うん目もパチパチしちゃうしねもう癖なんですよね本当に <laughs> にぐりこぶし顎に乗せるやつこれこれ癖じゃないよ <laughs> これはこれはさすがに癖じゃないあやばい早い時間経つの <laughs> じゃあ男女思っかなそろそろ もう57ふったあっという間だねーうん、<laughs> ああ誕生日見ます13位カギさんありがとう12位萌山まきちさんありがとう11位ウちさんありがとう10位ぬっしーさんありがとう9位ゆずきちさんありがとう8位ケイセチンさんありがとう7位熊ねパパさんありがとう6位辰原さん ありがとう、ごいディオさんありがとう、よいミアコーちゃんありがとう、3位にゃまるさん小山丸さんありがとう、に角さんありがとう、そして一位はルル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 ,ルバンモリモリさーんありがとうございましたありがとうありお話し会ありがとうね今日めっちゃ楽しかったです。 今日お話しできなかった方も、もっとお話ししたいなって方も、次の幕張の30日の幕張さ間違えた、20日の幕張がラストになるので、リアルお話し会、今再販中だから、よかったら申し込んで会いに来てください。23もラストです、再販。ありがとう。ありがとうね。楽しかったです。ありがとう。また話そうね、いっぱい。じゃあねな、ねえねあずみんで。 終わりますせーのって言ったら、ねえねあずみんって言ってください。せーの。なーにー。ありがとうございました。バイバーイ。おやすみ